こんばんは、入山明子です。7月29日水曜日、入山明子のつれづれ日記。今日はいかがお過ごしでしたか？雨が降ったり止んだりという関東でした。全国的に雨の被害が多く出て、大変胸の痛むニュースもまだまだ多く聞かれます。皆様のところはいかがでしたでしょうか？今日は以前からお約束していました、今営業を開始されている歌のお店に感染対策、そして健康講座の作成した資料を持ちながら出かけてまいりました。それぞれの皆様もコロナは怖い、コロナにはかかりたくないということで、マスクをしながら歌うたびにマイクを消毒して、そして密を避けるために対面で座ることを避けながら、工夫されながら歌を楽しんでいらっしゃる様子、嬉しく拝見しました。私自身も密を避けて感染対策をしながら、今はこうしてできることを一つ一つ、そう思いながら歩いています。どうぞ皆様も元気にお過ごしください。それでは明日またお会いいたしましょう。おやすみなさい。